はい、皆さんこんにちは。エグザイル事務局のあきらまるです。今回はですね、エグザイル淳復活に対して批判されている件について話させていただきますということでやっていこうと思います。はい、先日ね、エグザイル淳さんがね、自身のインスタグラムにて復活宣言をね、行ったところなんですけれどもね、少しね、批判的なね、コメントが、目立ってました。そこまで目立ってないかな。でも一部ありました。で、主にね、なぜ批判されているのかっていうね、理由については2つあります。はい。まず1つ目については、アツシがわがまま、そして自己中だからっていう点で、おそらく、そういったコメントをしている人たちは、一回エグザイル辞めて、もう一回復活するっていうね、そういった、行動に対しておそらく言っているんだと、思いますね。だが僕は、そういう人たちはにわかだなって思いましたね。なぜかっていうと、エグザイル淳さんってエグザイル第一章からね、唯一オリジナルメンバーとして約20年間ね、すごいですね、活躍してきたわけなんですけれども、そのエグザイルってどんどん変化していったわけじゃないですか。で、そのエグザイルの変化に淳さんはずっと我慢してたんですよね。自分のやりたいことを抑えてエグザイルの、活動を、優先してきたわけで、そこでね、コロナをね皮切りに自分のねやりたいことを優先してエグザイルを辞めて、でそこでね、2年後ね限定復活ライブで新たにねエグザイルとして活動することによって、自分自身への理解とか新たな発見とかがあって、もう一回、エグザイルとして活動するために復帰したわけなんですよ。本当ににわかだなって思いましたね。そもそも、もしわがままだとしても全然 OK だと思いますね。なぜかっていうと、EXILE の曲で Love, Dream and Happiness とか約束とか、そういった曲知ってる方々が多いと思うんですけれども、そもそもね、この2曲って、寂しかったらいつでも戻っておいでよとか、また一緒に歌い合おうとかね、そういうね、EXILE っていうね、場所にいつでも戻ってきていいよっていうね、そういうコンセプトをもとにね作られているのにもかかわらず、そのわがままっていうねことで批判してるのは明らかにおかしいなと思いましたね。はい、もしねわがままだとしてもね、僕はわがままじゃないと思ってるんですけれどもね。はい。で、二つ目に関しましては、これは正直ね、あんまり納得できないんですけれども、EXILE がね、復活とか活動することによって、他のね、三代目とか、ジェネとか、ファンタスティックスが、活動一旦休止になるっていうところで、やっぱりね、兼任メンバーが複数ね、いますので、EXILE が活動することによって、ファンタスティックスとかを、三代目とか応援しているファンがあまりね、好ましく思っていないというところで、これに関して、これこそわがままだなって思いました。だってこのね、約1年半の間エグザイルが休止していて、その分ね、各グループの活動を優先することができたわけで、それに対してファンの方々もね、散々ねライブとかイベントとか行ける時間があったので、別に復活するなっていうのはもうただの自己中だなって思いましたね。はい、僕もね結構自己中なところもあると思うんですけれども、より自己中だなって思いましたので、はい。なんでね、もし淳さんに対する、ね、批判コメントを見かけましたら、この人たちはにわかなんだなと、自己中なんだなと、はい、思ってくださいということで、これあくまで全部自分の個人の感想なんでね、はい。なんでね、あんまり事実としては受け止めないでくださいということで。